東村山市は今年し4月から市内の公共施設の電力供給を東京電力に限らず競争入札で決定した事業者から購入することを決めました。東村山市によりますと、競争入札の対象となるのは市役所本庁舎や図書館、小中学校など電気料金が多くかかる41の施設です。供給源が見直されることで、 2010年度に2億1400万円だった電気料金はおよそ900万円削減される見込みだということです。今日から入札の申し込みの受付が始まり、29日に落札業者が決まります。都内の自治体では脱東電の動きが徐々に広がっていて、23区では世田谷区が区内111の施設での競争入札を決めています。また多摩地域では。 立川市と国立市がすでに一部の施設で電力供給を東電以外に切り替えていて小平市や武蔵村山市などでも東電以外から電力を購入することを決めています。